はい、おはようございます。オス、岡潤です。本日ですね、久しぶりにタイトルにもある通り風っていうか夏風を引いてしまいました。久しぶりに、はい、最近この時期やっぱ夏風邪とかエアコンとかでなんかエアコンつけすぎとかで結構なんか夏風邪引く人とかねやっぱ多いと思うんですよ。こういう時に限って明日、明後日予定あるみたいなことってありませんか？まあこの時期なんでやっぱ友達と旅行とか恋人と花火大会とかまあお仕事とかまあいろいろみんなあると思うんですよ、大事な予定って。僕もですねもう早めに風邪をなくしたい、治したいってことで、ってことで今日はですね、風邪を治すためにやること30選ってことで、全部やり抜いたらね、明日の朝まで治るっていう説を立証していこうと、はい、思っております。やっていきましょう。旬の日常。はい、ということでね、早速やっていくんですけども、結構僕なりにね、いろいろね、10ページぐらい YouTube 見たりとか、ソース10個ぐらいから見つけてきたので、それをね、全部実行していこうと思います。まず、風邪とか熱出た時ですね、大事なのが、体を冷やさないことと、頭冷やすっていうか、後頭部とか寝る時とか、なんかね、熱を冷ますのが結構大事らしいので、はい。こんな状態じゃね、服装じゃ治らないので長袖、長ズボンに着替えていきます。ってことで2つ目、冷えピタ。やっぱ小さい頃とか結構みんなつけてたと思うんですけどね、これがねやっぱり結構大事らしくて、おでこも大事なんですけど、なんか炎症してる時とかはね首とかにね貼ってあげるといいらしいです。はい、めっちゃ交通事故で包帯巻き巻きしてるみたいでね。ってことで3つ目、唾液ってわかります？唾ですね。唾液が大事らしいです。はい、フェイスラインというか顎のラインに沿ってなんか指をねシャカシャカしてあげると、この唾液腺っていうのがね刺激されてなんかねいいらしいです。はい、本当かな本当かな。あ、出てきた。本当だ。で、これで唾液量をね増やしてあげることが、はい、大事らしいです。4つ目、お薬ですね。はい、うち結構なんか市販の薬がねいっぱいあるんですけども、過去のある飲んでいこうと思います。食前食間に飲むといいらしいので、朝夜にね飲んでいきます。ちなみにこれねめちゃめちゃまずいです。はい、ということで朝ごはんですね、食べていきます。まあ風邪と言ったらですねこれだと思うんですけど、今朝はおかゆ食べていきます。はい、あまりなんか消化にエネルギー使わない方がいいらしいので、かつ栄養の取れるねおかゆが一番いいかなと思って大事なポイントはやっぱビタミン E を中心と食事っていうか、ビタミン C、D あたりが結構大事らしいので、それとかタンパク質とか中心に取っていきます。サラダチキン、1、2分待ちます。はい、ということでね、食べていこうと思います。ビタミン C がね、ちょっと不足してるので、はい、これ、ビタミン C はね、サプリメントで補っていきます。美味しい。めっちゃシンプルだけど、正直、シンプルな味の方が結構好きなタイプだから、こういう方が好きかもしれない。すごい、これ何個目ですか？7個目ぐらいですかね。デザート食べていきます。はい、みかん大満足ゼリーですね。ぜひ出た時ってみんな多分ゼリー食べると思うんですけど、やっぱなんか消化にそんな負担のかからないところとかがねあとトゥルンとして食べやすいしがいいポイントらしいです。
ごちそうさまでした。特にあの食事とか栄養とか、はい、取ったらやっぱ睡眠がね睡眠が一番大事らしいのでちょっと寝ようと思います。はい、お昼まで柔らかクールっていうやつをタオル巻いてね、あのこちら枕にして寝ようと思います。お昼ご飯食べていきますか。はい、ということですね、お風呂入っていきます。ちなみにお風呂に入るときはですね、お風呂前のお風呂後にしっかり水分を取ること、熱が高いときは入浴しないこと、湯冷めしないこと、これがね大事らしいので、はい、まあ言うても真夏なんで湯冷めは多分ないと思うので、まあ若干冷たいぐらいのねシャワーでちょっと入っていこうと思います。夏だからちょっと冷たいぐらいが気持ちいいかも。はい、ということで夜ご飯食べましょうか。ということでね、夜ご飯は鍋を作っていこうと思います。はい、若干鮭臭いけど、若干というか結構かなり鮭臭いんだけど、美味しい。とんがないで、このね冬に着るような上着しかないんですけど、これで体を冷やさないように気をつけて寝ようと思います。はい。